次はカフェテリアで働いてくれてるお姉さんにお話聞きたいと思います。こんにちは。そう、実際にここに働き出す前と働き出してもらって CPU の方と外国人の学生とかの意識で変わりましたか？働く前は外国人と接することがなかった。話すこと自体がなかった。来てからは、はい、もう外国人とか、はい、家族との友達とか、はい、どんな印象でしたか？なんか、はい、フレンドリーに話しかけてくれたりとか、うん、ここ得意な感じでメニューとかもいろんな国のメニューが食べれますよね。知らないメニューもここにいるし、いろんなメニューが食べられて、そう行かなくても食べられる。交通費の削減ですね。すごいよ。どうもありがとうございました。